はい。ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週もファミドッ .com さんの方でゲームソフト販売本数ランキングが更新されたので、いろいろグラフをね、見ていこうかと思います。ということで、今回はね、集計期間が2024年7月22日から7月28日ということで、まあ、新作はね、123456作品入ってきたんですけどで、えっ、ー、と、デモ撮り的なものはとりあえず今週はないんだけど、ただ、 1>, 1位が残念ながら今週の新作ではなかったという感じになっています。ということで3位までね、数字を見てみると、1位がパワフルプロ野球2024-2025のスイッチ版で、えー、35,280本。2位がワンピースオーデッセイデラックスエディションで16,373本。3位がマリオカート8デラックスで、えー、17,3本で累計592万、えー、1498本というふうになっています。 ということでね、まあパワフルプロ野球2 0 2 0 2 0 2 5のスイッチ版がね、粘ったというか、今週の新作に強いのがなかったんで、まあ自然と1位を維置したという感じ。だから、その勢いがあるわけじゃないんだけど、でもまあ普通にね、まあ3万本台だからね、先週が良かったんですよ、16万とか。 そういう17万近くっていうのがまあ久しぶりのねヒットって感じだったんだけど2週目にしてここまで下がったんだけどでも次の新作がないないというそういうそんだけの状況ですまあこれに関して言うとね今バグ問題とか色々出ててなんか修正が8月上旬と下旬で入るみたいな感じでだから相当かかるんでそう考えるとちょっとね あのこの後ピタッと売り上げが落ちる可能性もあるかなとでもまあ関係ないやって買う人もいるだろうしまあその辺はちょっと様子を見ていければいいのかなというところですということで一応ね一応先週の時点では今回の発売タイトルこんな感じで僕の中ではまあワンピースオーデッセイのデラックスエディションとレナティスだけまあこれのスイッチ版が入るかなっていう予想をしてたんだけど実際のところには こんな感じで「まあえー、魔界戦記ディスガイア7」とこれまでの全部入れ始めましたとか「えー、夏色のモノローグ」 アナザーメモリーズとか、メモリーか、とか、英雄伝説、黒の奇跡24、任天堂スイッチ、とか、あと、レナティスの PS5 4版 p s 版か、とかがね、ランクインしました。まあ、正直ね、ワンピースオデッセイもね、デラックスエディションって言ってるけど、これ PSO、PS5 で昨年出たタイトルのスイッチ版だったりするから、まあ、同じように英雄伝説の方もね、まあ、そういう流れなんでね、まあ、確かに、まあ、 まあスイッチになるとこうガーンと出るって可能性はまああるっちゃあるんだけどもちょっと微妙な読み方だったんでまあや抜きにしてたんだけども一応こんな感じになりました、まあ、いずれにしてもねまあスイッチ強いはわかるかと思いますはいということで1位から見てみるとまあ1位がえパワフルプレイヤー級2024-2025なんですがまあ実際のところね PS4 版も入あるんだけど昨年と比べるとまあ断然ね スイッチ版がこう、に、一周目二周目の勢いがあるんだけど、まあ、PS4 版は、まあ、昨年っていうか、一昨年か、の2022に比べてもやっぱり落ちてるなっていうのが、これで二周目もはっきり分かったと。まあ ある意味、スイッチの方に長い人が流れてるって見方もできるから、トータルすると、まあ、そんなに微増なの,かのなのかもしれないけど、とりあえず、まあ、スイッチと PS4 のね、力関係というか、そういう関係がわかるかと思います。で、さ先月あ、先週ね、見忘れてたんだけど、この PS4vs スイッチね、ちょっと見忘れてたんで、今回、これ、また作ってみたんだけど、まあ、 パワフルプレイヤーというの昨年、あ、昨年です、ね。先週の数字ですけども、比較すると、まあ、スイッチの方がね、こう、ガーンと多いのは確かなんだけど、その前に出てるね、PSO と PS スイッチの情報で、マルチタイトルの、と比較しても、まあ、大体このぐらいの勢いの差があるのかな、というのがわかるかと思います。はい。まあ、PS5 がないからね、またちょっと違う事情もあるんですけど、はい。で、えー、っと、 2位が、えー、ワンピースオデッセイ、えー、デラックスエディションなんですが、まあ、これに関して言うとね、まあ PS4、PS5 版っていうのが、まあ昨年の1月ぐらいかな、出てて、まあ3万5千とか2万5千超えの1周目だったのに対して、まあ1万5千、1万6千か。なので、まあ少ないっちゃ少ないんだけど、1年経ってもね、これだけの人がスイッチ1周目買ってるってことは、ここでね、スイッチ版が何周、こう、 ランキングに残り続けて、どこのタイミングで PS4 版や PS5 版を、ね、抜くかとみたいなところをちょっと楽しみに、ね、見ていこうかなというところでこのグラフ作ってみました。はい。まあ、今のところよくわかんないって感じですかね。はい。 でえー、3位マリ,カマリオカート8デラックスですが、まあ、定番ねいつも定番グラフ作るとこんな感じなんですがオレンジ一番上にあるオレンジ、まあ、一番右側の、ね、端この一番上にあるのがオレンジがマリオカートなんですが、まあ、大体皆さ,ん皆さんというか、まあ、定番タイトルいっぱいあるけどやっぱマリオカート8デラックスって強いなというところです。はい で、えー、4位が、えぇ、ー、ニンテンドー、えー、ワールドチャンピオンシップス。まあ先週の時点でね、なんか、弱いなと思ってたんだけど、まあ2週目にしてね、一応まだ数字的にはこんな感じで、まああの、以前、以前発売されたファミコンリミックスと比べれば全然調子がいいんだけど、まあまあ、ポケモンね、初代ポケモンみたいにね、最初数少なかったけど、じわじわ、ずわじわずっと売れてたってのもあるから、これどうなるかわかんないんだけど、 ただ、他の最近の任天堂タイトルから比べると、やっぱりまだまだ弱いなというところでね、ちょっとこれは今後の動向を見ていこうというところです。はい。で、えー、5位がルイージマンション 2HD なんで、まあ、これ見てみると、あルイージマンション3がね、画ぜまだ、ね、ランキングに入ってるんで、こんなとこなんですけど、まだね、見てると、やっぱルイージマンション 2HD の強さっていうのが、 まあ、ゲームキューブのね、初代ルージマンションに匹敵するってか、まあちょっと下なんだけど、下回ってるんだけど、同じようなペースでこう伸びてるなってところで、まあ今後ね、どうなっていくか、はい。で、えー。 6位がパワフルプレアという2024-2025の PS4 版7位が集まれ動物の森スイッチ版で、まあ、今のこれさっきのこれですね、はい、定番2番目ですこの茶色,茶色っていうのは何色っていうのが青っぽい青と紫かなの色のこう2つ目にあるやつですが、まあ、ついね1ヶ月ぐらい前にガーンと定番中のねボスだったのはもう動物の森だったり、まあ、こう入れ替わりが激しいという とこですが、今はね、安定の2位という感じかと思います。定番の中でね。はい。で、えー、っと、8位がマインクラフト。まあ、これもマインクラフトもここか。はい。ということで、マインクラフトもね、安定の3位。だから、この辺の定番のタイトルからいくと、最近は、まあ、マリオカ8と動物の森が競ってるけど、大体3位が、あの、マインクラフトという感じですね。はい。 で、a、えーえっと、九位が、えー a ー伝説、黒の奇跡、通報、ニンテンドスイッチ。まあちょっとこれに関して言うとね、そんなにもう、 多分2週目にしてそう残らないような気がするんで、ちょっとこれについてはグラフ特に作ってないんですが、まあ特にね PS4PS5 で、えっと、まあ以前発売されたタイトルのスイッチ版で、この同時発売で PS4 版 PS5 版は連価版が出てて、その連価版と同じ価格帯で出てるというね、ちょっとあの、ワンピースオデッセイは、あの追加要素があるデラックス版、 だったんですけど、こっちは同じ,同じやつを同じ価格帯だから、まあ、いきなり廉価版で出ましたみたいなタイトルだったんで、まあ、ちょっとね、比較が難しいんですけども、まあこ、ちょっとこれに関しては、そんなに来週以降追えないような気がするんで、ちょっと、ね、グラフは作らずというところです。で、10位が、えー、マリオ、スーパーマリオブラザーズ・ワンダーですが、またね、こう定番のところで見ると、まあ、4番目、ちょっと4番目だけど、こ,この辺はもう、こっから先は混戦状態ですね。 11位、えー、It Takes Two もここに入ってるんだけど、この水色なんですけど、まあ、たまにランク外になるけど戻ってくるという結構ね、あの、珍しいタイトルで定番に入ってます。で、12位、レナティス、えー、のスイッチ版。13位、桃太郎電鉄ワールド、地球は希望で回ってる。まあ、これも実はここの、あ,あ、違うこっち、こっちが、まあ、ここに、このね、あれ この定番にも入ってんだけど、えっと、ここですね。150万に目指してる、この中の下から2番目かな。はい。まあ、一番最後に発売されたタイトルですけども、まあ、こんな感じで、まだ、えー、っと、今、109万ということで、目指せ150万本っていうところで、まだまだ、先は長いかな。今週5028本なんで、まだ先は長いというか、いくのかな ?150。わかんないけど、はい。で、14位が任天堂 t e スポーツなんですがこれも今のそこ同じかなここに入ってる中だとえー、っと真ん中ですね右から3番目からガーッと上がって上から2番目になってるグラフですねはいこれが135万6673本ということなかなか、まあ、まあある意味年内に たどり着くか150万無理かなぐらいの無理か。<laughs> で、15位が大乱闘スマッシュブラザーズ、えー、スペシャルですね。えー、っと、これは定番の中でも、まあ、このごちゃっとした中に入ってまして、16位がレナティス PS5 版。で、えー、っと、あ、そうか、レナティスこれ比較,比較忘れてたわ。あこれね。 レナティスなんですけども、ちょっと、さっき見た方がよかったな。えっ、ー、と、レナティスの、えー、PS5 とスイッチの比較なんですが、まあ結構こうやって見ると、あ、PS5 結構、スイッチに引けを取らないとまでは言わないけど、まあ、た、ま、ぶ、あ、ね、来週は両方ともランク外な気がするんで、なんとも言えないんだけど、まあ意外とこの、なんだろうな、5.5対 4. 点何みたいな、なん、まあ、6、 64まではいかないけど55ではないぞみたいなね比率まあそんな感じの比率でねあの55対40ぐらいか <laughs> あのまあそれはそのままなんでいいんですけどなんとなくこう PS5 調子いいなっていうのもあるんだけど実際のところ PS4 版も出てんだけどもうランク入ってないからわからんってだけの話ですはいでえっ、ー、と17位がポケットモンスタースカーレットバイオレット ですがこれも定番の方だとこのごちゃっとしたところら辺に入ってるタイトルですね。で18位スプラトゥーン3これもこのごちゃっとしたところに入ってます。で19位はルイージマンション3なんで先ほどのね当然このグラフはそうなんですけどまあ調子いいですよねって感じなんですけどもこれは今150あれここに入ってないのああいうのかこれが150万本ね。 目指せ150万本の中では一番下に一番古くに発売されて一番下にいまだにいるこれが1 0 1万1250本ということでまあ150位いくにはあと何年結構気が長いなというタイトルになっていますで、えー、20位が、えー、ペーパーマリオ RPG ペーパーマリオ RPG も一応グラフはまだ残ってるんだけどまあ正直うもうこれはもういいかな見なくてはい で21位、世界の遊び大勢、これを目指す150万でいくと、オレンジ色のやつですね、上から3番目ですね、えー、と130万3720本という数字になっています。 で22位がスーパーマリオパーティー。まあ、これ定番の中でね、ごちゃっとあるところに、まあ、入り続けているタイトルですね。で23位、魔界戦記ディスガイア7これまでの全部入り始めました。これ PSO、PS5、スイッチのマルチなんですけど、スイッチ版だけランクインしてて、えー、2499本だから、まあ、ぼちぼち。まあ来週はもういないかな。はい。 で24位エースコンバット7スカイズ・アンノーン・デラックス・エディションなんですがこれじゃないやえー、っとこれかまあこんな感じでね一応こうランクには入ってるんだけどやっぱり低空飛行という感じであんまりこうグラフもいいかなはいで25位がスーパーマリオ・オデッセイなんですけども ま、これも定番で、ね、ごちゃっとしてるから、ま、見なくていいか。はい、で二十26位、えー、マリオパーティースーパースターズが、えー、またこれね、えーと、150万未満の中の、この一番グレーのやつ、一番上にあるやつですね。これが今147万2050本ということで、あと3万本を切りました。はい。ただ今2335本だから、この調子でいくと、ま、あ十10、10 14週ぐらい。<laughs> 14週ぐらいやると、14から15週ぐらいだから、そうすると何,何ヶ月 ?4 ヶ月。まあな、今年中には150万いくのかな、ランクイン続けるとね。まあ、いずれにしても、以前も話したと思うけど、あの、マリオパーティー、なんだっけ、もう一個出るんですよ。 ジャンボリーだっけ。あれが出るとここら辺の勢力図変わってくるんでどうなるかわかんないけどとりあえずねこう今150万候補の1タイトルです。で27位が夏色のモノローグ夏,夏空のモノローグ「アナザーメモリー」があって28位が「ピクミン4」。 29位、えー「星のカービィ・ディスカバリー」30位「ゼルダン・デンスティアーズ・オブ・ザ・キングダム」これまとめて読んじゃいましたけどまあこれに関して言うとね一応この定番の中のごちゃっとしてる下の方にある3タイトルだし150万本目指せ150万でいくと28位の「ピクミン3」リーいうのがこの緑のやつですねえー、っと今122万8600本で「星のカービィ・ディスカバリー」はこの黄色ですね その緑の下の黄色ですね。これが113万1029本で、この辺は150万っていうのはだいぶ厳しいかなって感じがするけど、一応こんな感じでね、その、いわゆる150万本以上っていうね、ところでこう、だけで話してると、どうしてもこの辺の割とヒットしてるタイトルが目立たないんでね、このグラフはまあ今後も活用していこうかと思っています。で、えー、 任天堂スイッチの150万超えのね方のタイトルなんですがこんな感じになっていてまあ今のところはそう、ね、こ今週ね「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」と「リング・フィット・アドベンチャー」がランク外になってるんでここがちょっとねあのあれって感じがしたんだけどほらで、ね、こうい,い,いないでしょ「ゼルダン伝説」「ティアーズ・ブレスオブ・ザ・ワイルド」がない。 ないないないみたいなね。<laughs> そういう感じで、リングフィットアドベンチャーがないない。あ、あとあれだ。 ぷよぷよテトリス2っていうのの連価版が結構ずっとじわじわ入ってたんだけど今週ないんでこの,その3タイトルは多分ね来週戻ってくると思うんですけどとりあえずねちょっとそこは僕なりに注目ところでしたはいで105、あいついつトップ30週別販売本数まあ30位までの数,数字の累計ですねを見てみるとまあ先週はねちょっと良かったんですけど今週またガタってこの4年間では最 最低な数字に戻ってししままいました、まあ、あの発売タイトルは多いんだけどやっぱり一個一個売れてないから積み上げるとやっぱりそんなにいかないっていうねやっぱりこう1位が先週の1位のやつのランクあ販売数が落ちてるところの1位ってところがやっぱ厳しいですよねというところでえー、っとこれね、えー、今週ランクインタイトルの20 2024年の変動ということで一応こんな感じで、えー、まあ先週と。 に比べるとね、まあ、まあそうなるよね、ぐらいの寂しい。まあだから、先週のパ、パワフルプレイヤーの2020、2025がまあ、ズドーンと落ちてるじゃないですかこう。ズドーンと落ちてるだけ。あ、そうそう、あとね、このグラフ、なんかよくわかんないんだけど、1周目の数字が反映されないから、あれなんだけど、ワンピースオデッセイもね、多分この2万のね、下だからみんな、今、ごちゃーっとなってるじゃないですか。この中に入っちゃってるから、 多分ねこれグラフ的に見えても見えなくてももうなんかその他方正って感じになるかと思います。はいということで次週ですね、まあ、今週発売されたタイトルはこんな感じで12345タイトル発売されてるんですけどこれねちょっとねトップっていうか上の方に来そうなタイトルがないんですよね。 まあはっきり言ってさアパシーなんかも追加シナリオバージョンだし東京クロノスとかはこれ PSO で出てたやつの移植だしドッカポンは PS 初代 PS で出たタイトルのオンライン追加まあ 遊びやすくしたバージョンだし、ヒーローのかけらも、これも過去から PS2 あたりからこう積み重ねてきたやつの、まあビータとかであったりしたタイトルの、まあ割とごちゃっとこうしているような、3タイトルぐらいまとめたやつのタイトルなんで、まあそういう意味では完全新作でつえーってものがないのが、ちょっとね、来週のランクはちょっと弱いような気がしています。はい。 ということで、まあ、そういう言い方をしてると何が起こるかっていうと、この新作今今回 6, 6個入ってるんですけど、まあ、ワンピースオデッセイはちょっと落ちてもランクに入ってると思うんですよ。以前のあの、海賊族無双4のスイッチ版も結構残ってたことがあったんで、まあ、そういう傾向はあると思うんですけど、あとのね、この5タイトルがガッと落ちてしまった場合に、そこで戻ってくるのが、まあ、もちろん今週ね、先週までいたあの、えっ、ー、と、ブレスオブザワイルドと、 リングフィットアドベンチャーと、ぷよぷよテトリス2なんですけど、まあそれ以外にもね、なんか定番のがまた降って戻ってくるのが来週なのかなっていうところで、ちょっと新作頑張れーというようなことをね、思いつつね、今週は締めようかと思いますので、えー、来週ね、来週どんな風になってるか楽しみに見ていこうかと思っています。はい。ということで、このチャンネルに応援いただける方は、グッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕に質問があったり、こんな企画やった方がいいよとか、こういう理由でこんなゲームプレイした方がいいよとアイデアがある方は、 コメントください。あと動画の拡散、SNS の動画の拡散よろしくお願いします。以上、さけかでした。